が6歳の時に同じ幼稚園に通ってる友達から一世もダンスやろうぜっていうのをきっかけにバク転やっていくとかヘッドスピンをやってる人を見て僕も始めたいって言ったんでスタジオに行ってブレイキン習い始めました。自分の中の一番強みみたいなところは結構その自分耳が良くていろんな音に対してどんなアプローチもできるっていうところがだから曲によってダンスの顔が違うというかそこがこうオリジナルを出せたりする部分なのかなって思ってます。僕はこうブレイクダンサーを撮影していく中でもうどんどんダンサースペースに踏み込んでいきたいんですよね。今回の S5 Mark II は増面操作 AF という技術で完全にねカメラにフォーカスを任せれるようになったんですよ。それによってこうダンサーの動きに合わせた撮影ができたりとかこうよりアクティブな表現を実現してくれるカメラになってます。もちろん動画性能だけじゃなくて写真もすごくてダンサーの 0. 何秒とかの抑えたい瞬間をこう一枚一枚鮮明に記録していくことができます。僕のなんか一個の夢でもあるんですけどなんか自分のダンスでいろんな世界中の人を笑顔にしたいっていうのがあって何が伝えたいかっていうと楽しんでやってるんだよっていう楽しいって思いながらやってるんでだから僕が踊ってる時はもうみんな笑顔になってほしいし楽しく心を踊ってそのまま一緒に踊っちゃうぐらいの楽しさが僕は伝えれたら一番成功だと思ってます。僕はもうクリエイターって裏方とかじゃなくてバリバリ細分で作っていくプレイヤーだと思ってるんで全部引き出していけるようにこれからこのカメラを使っていきたいです。だからなんかみんなもカメラでバシバシ抑えてダンスをもっと広めて一緒に楽しんでいければいいんじゃないかなって思ってます。